はい、どうぞどうぞはいえみ、ー、なさんこんばんはこんばんはこんばんは,こんばんはえめ、ー、ざせえぬ、ー、ご合格エルサルバドル JLPT 入門コース第3回5位を、えー、始めます皆さん日曜日のお休みの時に、えー、来てくださりありがとうございます今15名ぐらいかな、えー、この えー、中に入ってますね。早速始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、本日は第3回目の5位をやります。事前にプリントを配っていました。あのー、さっきね、チャットでお送りしましたが、皆さん、あのー、見てもらえたでしょうかどうですかまだの人いますかまだの人も、まあ大丈夫ですよ。あ今20人ぐらいかな。 Ah, limpiando. ¿Hasta aquí es suficiente? Sí, minasan, vamos a iniciar desde ese momento. Eh, la sesión anterior les repartió la tarea, ¿verdad? Que era lo que teníamos que resolver, es decir, nuestras casitas como tarea. Lo hicimos, minasan. ¿Quién más está acá? Ah, Gabrielas han hecho. Impresión, impresión. ¿Hicimos, Gabrielas? Ah, muy. Esto es muy serio. Era, era. ¿Hay sobres, no? ¿Cómo minasan va a dos desca? Minasan lo hicimos. はい。はい。はいしますました。しました、はい。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 続けてください。はい、ありがとうございます。えー、っと、毎回紹介してますので、簡単にお話ししますが、えー、エルサルバドル JLPT 入門コースは、えー、JLPT の勉強の仕方を紹介します。そして、えー、今日も、えー、合格した、えーえー、っと、ね、日本語を勉強している先生も参加しているので、アドバイスを、えー、があります。 mata eh, eh, あの, este sobre el desarrollo del curso de hoy, como siempre, primero vamos a, a, a ver cómo resolver ese tipo de ejercicios. Este nos va a enseñar formas de estudiar. Luego nos vamos vamos a recibir algunos consejos de cómo eh, aprobar el examen.

Hi. Y como siempre, el curso está dirigido para las personas que quieren hacer el JLPT, que tengan nivel M5 para abajo. Es el para eh, las personas que están fuera del país, pero quieren eh, hacer el JLPT en El Salvador, República Guatemala, y eh, personas de Centroamérica y del Caribe. Ay, hey a 覚えていただいたでしょうか、えー、福重和成という日本経済大学で、えー、日本語の先生をしている、えー、私が、えー、講師を務めます。よろしくお願いします。またですね、本日は、えー、とエルサルバドルの、ね、日本語の先生方に加えて、えーね、あのもう一人、えー、日本人の方も参加してくださってます。えー、辻元さん、ちょっと一言何かあのいただけますでしょうか 地元さんは。何か。から、はい、あはい。はい、すみません。どうぞ。あ、こんばんは。地元です。聞こえますか。はい。え、はい、皆さん頑張って、ぜひ。N. 5に合格するように。ね、しっかり先生の言うことを聞いて。しっかり勉強してください。<laughs> 応援してます。頑張ってください。はい。お、お、ございます。はい また、橋本さんにも、えーっとね、皆さんと一緒にブレイクアウトルームなどで、えー、おしゃべり、お話、交流するチャンスが、えー、あると思いますあ。ありがとうというメッセージがウィリアム・バレンシアさんから、ねえー、ありました。ぜひ、ぜひミーティングチャット、皆さんあの使ってね、あ、えと、ー、でも話しますが、あのー、いろいろとコメントしたり、わからないとこ,ろがことがあったら教えてください。 さて、でえー、と前回かんあの、文字でしたね、漢字でした。で、あのパドレットを使って、ちょっと宿題をということでしたが、すみません、今日はちょっと時間の都合上、えーとえー、実施できませんので、申し訳ないです。カットさせていただきます。本日の予定を今、えー、お見せします。今日ですね、今日10月、そちらは8日ですね、10月の8日5位の内容です。 まず語彙,と語彙は何ですかで、2つ目が、えー、答え合わせ。えー、皆さんが、えー、やってくれた、えー PP、あ PDF を使って、ブレイクアウトルームで、えー、ちょっと皆さんでね、まずは参加者同士で答え合わせをしてもらいます。それから、えー、私が回答解説を行います。3つ目に、えー、合格するためのポイント。えー 今回は語彙についてですね、語彙の、えー、ポイントをお話しして、最後 Q&A で、えー、終わります。で、本日もと、えー、レコーディングをしますので、あのー、皆さんぜひね、あのーまあ、メモを取りたい方もいると思いますが、ぜひ、えーね、話をぜひ聞いてください。あとで、えー、データ、録画データは、えー、差し上げます。ということで、えー、リバス先生、お願いします。 Ay, mire, ¿saben? Entonces, este, primero explico cómo vamos a desarrollar el, el día de hoy. Vamos a estudiar GOI. Este, eh, primero vamos a ver sobre los ejercicios que nos dejó este, y posteriormente vamos a recibir algunos puntos de cómo aprobarlo, ¿verdad? Y finalmente preguntas y respuestas. Y eh, si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat. Sí. Entonces... えーっと、よろしいですかね。あの、最初のこの答え合わせというところを見て、えー、いきます。まず一番目ですね。ごめんなさい。えー、っと、最初に語彙とは何ですかというお話をします。えー、もう皆さんね、JLPT の準備をしている人たちは分かると思いますが、まず一つ目は文脈規定。文脈というコンテクストですね。で決められた言葉を選ぶ問題。例えば、私はププサを 食べる、泳ぐ、走る。さあ、この中からどれでしょうということですね。はい、皆さん、正解わかりますかププサを、はい、ププサは泳ぎますかね泳ぐ。スイミングしますか <laughs> ププサ行く。ププサ走る。食べる。皆さんはププサをどうでしょうかねか食,べ、うん、そう食べる。そう食べる。 食べるですね。はいはい、ありがとうございます。えー、ゴンザレスさん。あありがとうございます。はいガブリエラさんもね、ありがとうございます。食べるですよね。このように、えー、文章を見て、えー、どの言葉を使いますかっていうのが、まず1つ目の問題です。そして2つ目は、言い換え類義。別の言葉でどう言いますかということですね。えー、同じ意味、近い意味の言葉を選ぶ問題です。例えば、休みます。 寝ます飲みます、置きます、買います。じゃあ、どの言葉が近いですかどの言葉が似ていますか休みます。寝ます、飲みます、置きます、買います。買いますは買い物ですね、ショッピングですね。起きますは朝。ああ、起きました。飲みますは飲み物ね、ジュースとか飲みます。さあ、休みますと同じような言葉、似ている言葉は、ああ、寝ます、早い早いね、素晴らしいね。というように、

la respuesta que está, ¿cómo se llama? Definida, ¿verdad? Por ejemplo, eh, como lo de las pupusa, ¿verdad? Pupusa o, definitivamente está verde, ¿verdad? Y la segunda es buscar este, cuál palabra se, se palabra se acomoda más, ¿verdad? Eh, ¿Cuál palabra se acomoda más, teniendo sim, este, y significados similares? Ay, Ahí Ay, estoy coto de... でしかも問題数が9問、えー、あります。この前の漢字、えー、文字ですね。文字が12問。そして、この今回の、えー、5位、言葉が9問で合わせて、まあ、21問ぐらいを20分で解くことになってますねう。大変ですね。1問大体1分もかけられないぐらいかな。えー、ということですが。 えとここも重要ですね。ポイントを、えー、稼ぐために重要なところですので、えー、ちょっと頑張ってほしいなと、えー、思いますが、さてさて、先に皆さんが PDF を見てき、えー、てくれた人がね、たくさんいると思いますが、えーと、今からブレイクアウトルームに入ってもらって、みんなでぜひ、この次の,もこの問題は何番ですかと。 答えはどれですかっていう話をしてもらいたいと思います時間がまあ今9時あ6時10分なので18時20分まで、えー、ちょっとその作業をしてもらえたらと思いますちょっとリバス先生あの説明をお願いできますかはい先ほど皆さんが言ってみました Modo te quedas ahí, pantalla. Ah, ¿cómo estás? Me está chingando con tonita. Se iba a sacar. Se iba a hacer. Ah, ¿cómo estás, La sección de Moji, Goi, dura 20 minutos, ¿verdad? Entonces, la parte de Moji tiene 12 preguntas y la parte de Goi aproximadamente tiene 9. Entonces, y hoy lo que vamos a hacer es tratar de resolver juntos. Lo vamos a, a mandar a los breakout Room y vamos a tratar de discutir eh, y resolver juntos eh, los ejercicios. Hay dos じゃ <Yeah. S 2> はい、ということで,でよろしいですか三人ぐらいですか、四人ぐらいですか。三十名だから、そうですね、五人一組ぐらいにしましょうかね。じゃはい、わ、はい、かりました。PDF は皆さん持ってるかなはい、はい。持っていますけど、もう一回送ったらいいと思います。あ、はい、わかりました。今から送ります。はい。い、エンカダセクションバスタルンプロフェッサー。あ、はい。 はい、今送りましたので。